欅ですね。これ去年隣作りをするということでやったやつなんです。ゴーストくん、ここから出たねって結局使えなくなっちゃうってね、わかりますこれね。だからもう一回ここまで追い込んで。まあ出てきてるんで、ここいいかな。ここはまたやっぱ同じように、ここでかかってんだけど、まあ気につけてこの脇とかからでもいいんで。次はちょっとお兄さんシリーズを。お兄さんシリーズ、はい。それじゃあまた、来週。また来週ですかね、俺は。先週はもうちょっと小さいやつを。先週かどうか。今回はもう少しお兄さんの。お兄さんの。実際できてるんじゃないですか。ほぼできてると思いますけどね。まあこうやって作っていくとこうなりますよっていう感じですよね。良さそうね。良さそうな。うん。まあこれ言ってますかね、じゃあ。これとかちょっとこっちが出てるじゃないですか。出てますね。これがどうなってるか気になります。ああ、じゃあこっちやってみますか。はい、じゃあこれから行ってみましょうか。あえてね、ちょっと問題のありそうなやつ。問題のありそうやった方が。紐で巻いているのは枝を束ねると、まあ出を良くするためですよね。割れてるというか折れる枝も結構ありますんで、たまにポロポロって取れますけど。これがゆっくりこう戻っていくんですね。だんだん広がっていくんですね。あ、これ折れてますね、ほら。あ、本当だ。あ、曲がってるのか。曲がってるけど折れてはいないか。どのぐらいですか、もう。これどうだろう。でも結構古いですよね。もう10年ぐらい持ってるかもしれないですね。そしたら。あのね、たくさんあってここら辺は作っていこうと思ってやらずに取っといてるやつなんで、10年間毎年、そうですね、粘りを続けやって、そうですね、やってるってことですね。すごいいいですよね。すごい趣味だな。そうですね、それだけ長い年数かけて、一つの ね、こう作品を追ってで成長してきますからね。陶芸とかね、絵とかっていうのは一回作っちゃうと終わりなんでしょうけど、これも先ちょっと洗いましょうかね。はい。この子たちはいつ本鉢に入れるんですか。どうですかね。まあだから粘りがね、できてきたらね、もう入れてあげたいところですよね。で今日の、あの粘りによってはもしかしたら可能性がね、あるかもしれないですね。選抜入り、そうですね、目指してほしいですね。かもういいかって言って、安い鉢でお祭りに出すかって3通りですね。うん、このまま仕立て鉢っていうかね、に入れて粘りを作ろうと将来性を見て思うか、これはもう完成だということで本鉢に入れるか、今はお祭りで売っちゃうか。この黒があるから、初心者の人とかね、欅かわいいっつって欲しがるじゃないですか。そうです。その裏にはね、まあ、これだけのね、黒があるってことですよね。いくらだって10万円ったら買わないじゃないですか、普通。そうですね。1年間の一生懸命育てて1万円ってなっちゃいますよね。10年間でね。そうですよね。ああ、そう。この間、ツイッターであの女性の方がと、なんかちょっとやり取りしたんですけど。いやらしいやつ。いやらしい。欅あげちゃうとかって言うんで、はいはい、もったいないよって話で。野田の桃樹園で、はいはい、一番最初私ここに来る前に野田の桃樹園、最初、一回行ったんですね。はい、で、その時に、ね、未使用30年で、80万円って木があったんですよ。中品ぐらい、これぐらいかな。すっごい綺麗な木で。80万円。うん。で、100本種まいたうちの1本だよって。へぇ、だからそういうのができる可能性があるっていう、ね、夢ですよね、なんかね。ロマンですよね。結構僕思うのは、初心者になかなか進められないじゃないですか。はいはい。そうですね。できないじゃないですか、最初。そうですね。この今だからこそね、こうやって動画で見れるけど、作り方わかんないですね。作り方わかんないですもんね。いくら強いと言われても。そうですね。そうですね。この根洗いなんていうのもね、普通そんな怖くてできないと思うんですけど、実際やってね、やるんだよって見れば、あ、そんな風に洗うんだって。動画で見たらね、わかりやすい。洗ってみてですね、はい、毎年これぐらいに切って今ずっと ね回ってましたけど、あれぐらい伸びちゃうってことですもんね。だから2年置いとくと、もうパンパンですよね。パンパンですね。パンパンやでってやつですよね。はい、よくわかんないけどそこにはね、あんだけ取ってたはずですけどね、綺麗に。ね、毎回綺麗に取るけど出ちゃうってことですもんね。出てくるんですね。なんかカットポスターかなんか買ってきますか、今度。カットパスタが出てこないように。あそういうのも手かもしれないですよね。なるほど。
昔言ったかもしれないですけど、あの鉢の底に500円玉置いとくと、はい、もっとちっちゃい木ですけどね、うん、そこから出てこないとかで、500円もったいないんでペットボトルのキャップを置いといたことがあったと、はいはい、それぐらいそこにはいらないよって。だそこにかこれ出てなかったらもっと横から出てるってことですもんね、多分。まあそうですよね、うん、お、なんかでもなかなかかもしれない。うん、ここない、うん、ここはうん、そうですね、もうちょっと下ありますね。うん、うん、まあでも、うん、だいぶできた、ね、できてきたって感じですよね。そうそう、あとこういうこういう横切ってる根ですよね、はいはい、こういうの取らないとそこがへこんじゃうんで、年数重ねて、うん、板根がいいですか、欅も最終的には、ね、板根がいいですよね。で、あとはね、これがだん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 でかくなってきちゃうと、はいはい、でかすぎてもう嫌だっていう人もいるんですよね。うん、なんか、だから上と下のバランス合わなくなってきちゃうみたいな。これなんかもう良さげですもんね。ね、これね。ああ、そうですね。うん。そうするとね、ごつすぎちゃうって、うん、逆にあの土の中埋めて、あの日に当てないようにしてる。なるほど。板根がどんどん大きくなっちゃうから。うん、そうですね。カエデとかのね、ケヤキなんか、カエデか。すっごいなりますよね。こういうのもちょっとどうするかですね。これが、これがね、でかいですもんね。こういうのだから一回切っちゃっていいんですよ、もうね。これは細いの期待するんですね。じゃないと、ごついですもんね、ここだけね。ありますよね。うん。ちょっと後戻りするかもしれないけど、その先を見据えたらっていうところですね。選抜入りはまだちょっと。まだまだですね。まだ作るところですね。お祭りにも出ませんと。お祭りにも出せない。はい。出っ張ってるこういう、はい、こういう根ですね。こういうのを綺麗に取っていっちゃいます。こういうやつですね。これ 横切ってるやつ。はい。はい、取っちゃい。長いの。あと裏ですね。裏を先取っちゃいますね。はい。はい、ちょっと周りを切ってきます。今度は。はい。はい、これも下にこれですね、上出ちゃってるんですけど、ここに ありそうなんで、はい、取っちゃいましょう。うん、そうするとこれですね、まずね、これの太いやつ、これと、ね、あとこれも、うん、やっぱ去年遠慮しちゃってると多分それが後々やっぱり気になっちゃってるんで、これですよね、この辺まで切っちゃいましょう。ちょっと出っ張ってんだよ。これもですね。あ、だからここは多分ね、切り替えてこういうのが出てきてるから、うん、ここも少し追い込んじゃってですね。まあ将来だからどこら辺にイメージするかですけどね。ここら辺でこうイメージするんだとすると、やっぱりここでいいわけですよね。うん、こんな太いところまで板根ないですから。ここまでこれだな、問題はこの辺ですよね。どうすっかな。これも板根見てなってます。なってますけどね。ちょっとここがこうつい気がするな、これな。これ。これ取っちゃうか。で、こういう際をね、やっぱきれいにしてあげて、あの土とか詰まってた場合は、で、あのそこからまた出てきますんで、まあもうだいぶまあできつつあるって感じですかね。ここはやっぱりここに太いのがあったんで、こう引っ張られたんでしょうね、こっちね、少しね。ここが少し膨らんでるっていうのは、あ、こっちに、うん、太ったってことですよね。お祭り行っちゃうかな。お祭り行っちゃうかな。もう1年育てますか、あんまりね。これやっぱ作る楽しさなんで、うん、そうですよね、作り方ですからね、うん、売る話じゃないから。そうしましょう。作る楽しさで、お前と成長楽しんで、そしてお嫁に行かす、お嫁に出すみたいな。そうですね、いつかですよね、うん、まだもうちょっと育てて。でも本当によくできたら持っておきたいとかあるんですか。やっぱ、まあ、やっぱそうですね。やっぱりどうしても売れない木ってありますよね。これなんか多分一生売らないですよね。一番欅一本って言ったら、うん、これ一番のお気に入り。これお気に入りですね。なかなかね、こんな木はないんで。ちょっと話が途中脱線しましたけど、ちょっと切ってみましょう。これとね、これがちょっと楽しみなんですよ。これ、ね、うん、こ
これはだからもう大きくしたくないんで、はい、もういつも鉢ギリギリなんですけど、なるほど、もうこれ以上大きくしない、だからもう粘りはもう必要ないんですよね、はいはい、枝もでも結構出来上がってる。そうですね、だから完成に近い。いやいや、もう完成ですね。これはあの何度も展示会とかも出してるんで、これはちょっとほぐれてくるとパンパンですね。なんか粘りがいいかな正面がどことかね、難しいですよね、もうね。こうなってくると枝がこんだけ出てるから、やっぱり幹がね、丸って言ってもやっぱり太く見えるとか粘りがよく見えるとか、はい、そういう選び方になっちゃいますよね。話がどんどん脱線して、話がどんどん脱線しちゃう。これはお気に入りで、すごく綺麗にできているんだけど、粘りを作っていこうという木ですよね。だからこういう上は結構いいってことですか。上は結構いいですね。木ですけどね、大きいって言ったって 20センチ。話がどんどん脱線してますけど、あれがあるんですよ。そうですね、この枝分かりが綺麗なんですよね。見えないですけどね、サムネにちょっとしにくいしにくいなんだこの形はってなっちゃうんですよね。まあ、これは多分良くなると思うんですけどね。やっぱり粘りが良くないからこれ作ってるんですよね。なるほど。粘りを作る木はこいつ仕立て鉢で、完成する木はもうこういうふうに、もう大きくしないってことですね。なるほど、はい、粘りを作ってる木はもうちょっと削っていきましょう、はいはい、もうちょっとまだありますよね。必要なのはこの上なんで、ね、この下のやつを、ね、そうですね。あとあの欅の鉢はどうですか。ここに上に大事な根があって、下に結構でかいのがあるんで、はい、こんな感じですね。はい、はい、まで追い込みますよってことですね。じゃあちょっとこれ立って水の中に溶いて、はい、鉢の用意を。鉢の用意、はい、お祭り出すやつをね、少し選ばなくちゃいけないんですよね。ケヤキもどうしようかな。そうですね、結構知り合いも増えたから、業者さんでも知ってる人がたくさん出すのかなと思って。ああ、はいはいはい、すっかり業者さんね、顔売れちゃって、顔が売れたというか、突撃してるんで。木村先生とか行ったのすごいですね。ビビってんのがバレてますよね。ビビりますよね。多分だからこういうのは多分やったんだと思うんですよ。この元からちっちゃいの出るっていうのは、こういう作業をおそらくですけどね。ここですね、ちょっと汚いんで。この木1本で終わりそうね。この木1本で終わりか。そうか。取れ高すごいですね。取れ高いっすね。先週のもあるんですもんね。欅の植え替えだけで4本ぐらい動画撮って出したらどう思うんでしょうね。皆さん変わり前がねえじゃないかって。小ネタがあればいいんですけどね。なんかこう、あ、そうだ、矢島園さんにいただいた、そういえばあの欅種あれですよ、出てきましたよ。で、5センチ以下の太いやつ作りたいです。違うんですかね。なんかすぐ伸びるって動画でねやってたんで、もういいんでしょうけど、どこだったっけ、桐生から栃木の方に、うんうん、なんか行く途中にすごくいいのがあると思って、いいね、で、これもちょっと水苔を少し当ててあげましょう、はい、はい、で、これを入れて、いいですよ、欅は盆栽始めましたって、うんうん、で、欅買ってきても、本鉢に植えれないっていう、ああ、はい、10年そうですね。って考えるとちょっとかわいそうですけどね、うん、まあ、別に植えれるけど、うん、そうですね。いや、だからもうより高みを目指してるってことですよね。植えれるけど粘りのことを考えるとってことですよね、うんうんうん、きっとね、うん、だからまあ売るのが目的じゃないから、うん、粘りを作る楽しんでるんでしょうね、これ ね、 そうですね、完成形を目指して、うん、完成形を目指して、なんかだから盆栽の中でもちょっと特殊ですよね。そうですね、樹形が限られてるというか、うんうんうん、そうですね、うん、形もね、もう大体同じような形で、大きく距離か、うん、株立ち、そうですね、株立ちみたいんだよな、株立ちね、株立ちね、株立ちっていうか、あの雑木みたいにやるやつですよね。はい、贅沢ですよね、欅の株立ちってね。いや、贅沢
贅沢。だってそんなにいっぱい欅をね使うって。苗買ってきてつけちゃえばいいんじゃないですか。ああそうですね。この間あのキミコさんでやったらいっぱい買っとけばいい。はい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 。いやいっぱい撒いてますよ。なんかそうですかね。選んだ勢にはなかなか昭和つらいです、ね。そうですね。はい、これも本当はね、あの落ち着いたら半年ぐらい経ったら取っちゃった方がいいですと。はい。切らしていますね、この水苔を。あ、切らう人。うん、切らう人もいますね。はい、ということで完成です。完成。完成です。ですかね。こうやって毎年毎年。そうですね。作っていくんですね。根を作っていくってことですね。ちょっとあのもう一本やると時間が。ないんで。あと2本あるんですけどね。ということで。はい。まだまだ続く。まだ続きます。これだけあります。欅動画。動画です。はい。来週は今度。3週目、今度はこう本当のちっちゃいこういうやつ。本当の超ミニ。超ミニですね。こういうやつどうすんのって。どうすんのっていう。こういうの多分そういうフェスとかで買ってくるやつだと思うんですよね。はいはいはい、1000円とかね、うん。で、これをどうなるかって。でもちゃんとできてますよね。まあまあ、出来かかってるやつを、まあ、買ってるんでね。そうですけど。わかりました。それを、はい、ちょっと根を見てみたいと思います。3週連続、欅スペシャル。はい。よろしく。ありがとうございました。